はい、お疲れ様でございます。今日はね、2点お話ししようと思います。まず前半1点目なんですけども、懐かしいが金になるってやつですよね。先ほどね、吉谷さんの動画見て、昔のファミコンとかスーパーファミコンのなんかそのリメイク版が出てるんですよね。ちっちゃい機械にちょっとゲームが入っていて、でカートリッジもまたさせるみたいなね。これ実は私もね、ゲームセンターでね、ファミコンのなんか廉価版っていうのを取ったことがあって、 UFO キャッチャーで、でゲームがね10種類ぐらい入っていて、テニスとかなんかインベーダーみたいなのが入ってるわけですよ。プラスファミコンのカセットも挿して楽しめたんで、しばらくやってたんですけどね、懐かしいなと思いまして。でそのファミコンを今でもできる機械ってのがあったり、そのスマホでファミコンができたりとか、エミュレーターみたいなのが出てくる。まあ音源もゲームとしての単純さっていうのも今のゲームに比べて全然大したことなくて、言ってみれば面白くないわけですよね。でも面白くないんだけど、なんで人はやるのか。それは懐かしいんですよね。やっぱ幼い頃、まあせいぜい中学生ぐらいの時に熱中したゲームをこのね40、50でまたやるっていうのは別の楽しみがあるんでしょうね。なんかタイムスリップしたみたいなね。最近ね、40代50代の方が珍相談って言って、暴走族の特攻服を着て、で当時のバイクね、Z2 とかね、VMAX とか懐かしいやつを中古ですごく高くなってるんですけど買ってきて、で暴走族みたいに走るみたいなのがあるんですよ。でもいい感じの年ですから、抗争を起こしたりとかね、暴走行為とかしないんですけども、まあ交通安全ね、交通法規を守りながら暴走族みたいな格好で集会のなんかその柔らかいバージョンをやるみたいなね、そんなんがあって楽しんでるみたいです。当時暴走族をやっていた人も懐かしくてやるし、当時勇気が出なくて暴走族ができなかった人も、まあ、コスプレみたいな感覚で、そうやってね群れをなしているということで、なんか非常に楽しいみたいですよ。それから40代50代のその青春時代のコピーバンドとかね、なんか懐かしいっていう市場が今ね、この40代とか50代中心にあるのも事実なんですよ。でいつも紹介しているこれ昭和40年代男っていうのがあるんですけども、これも私たち昭和40年代に生まれたおじさんがね、当時の懐かしいものをこうやってみんなでね振り返ってみると、でこの中で特集されている人も昭和40年代生まれの人ばっかりで、同世代の芸能人とか著名人ばかりなんですよ。で同じようなね、この宇宙人が出てきたぞみたいな話題で盛り上がったりとか、あれは何だったんだろうかみたいなね、銀河鉄道999もみんな見ていたわけですよ。ね、漫画も週刊少年ジャンプとかね、黄金期と言われている北斗の拳の時代とかね、あれ今でも北斗の拳はいろんな作品が作られてますけども、こういうふうに懐かしいってものにフォーカスしてお金になっていくっていうのもすごいなと思いますよね。当時のものが終わったわけじゃなくて、未だにマーケットを作っているって、なかなかすごいなと思います。まあ、私なんてのはね、なんでね車を何台持ってるかっていうと、特にセルシオとかナイトライダーっていうのは言うまでもなく、幼い頃憧れたかっこいいヒーローのスーパーカーナイト2000ですよね。これがどうしても自分の人生の中に欲しかったなっていうのでナイト2000手に入れたっていうのもありますし、セルシオはね20代の頃に、とちょうど大学生の頃ですかね、市場にドーンと世界を変える名車が出た、クラウンの上級版セルシオみたいなの出てきてね、衝撃を受けたわけですよ。うわ、こんなすごい車があんのか、でも高くてとてもじゃないけど買えないわみたいなね。でも今は中古になって安いんで買えるわけですよ。で維持費もねそんなに無茶じゃないですしね。でセルシオも、やっぱ機能が落ちないですね、20年経っても、すごい、今でも新車で買ったみたいな感覚です。感動しますよね。まあこういう風に懐かしいっていうキーワードは結構お金になるんで、 YouTube 見ていてもね、昭和のいろんな思い出話みたいなのがアクセスを稼いでたりとかするんですよ。昭和ってのは本当にいろんなことがありました。昭和20年代以前っていうのは語れることがあんまりないんですけども、まあ戦争があったぐらいでね、戦争があって終戦があって、そっから高度経済成長復興があって、東京オリンピックがあって、でバブルがあって崩壊してみたいなね、ドラマチックなそんな昭和時代だったと思います。はい、これが今日お話したいことの一つ。もう一つはね、所属が最大速ってやつです。考えてみるとね、ビジネスの世界に参入してきて、まあいろんな商売する人がいます。私もそうだったんですけども、なんかねすごいものに出会ったっていう感動と、その時のモチベーションで最初の1年とか2年っていうのが最も稼いだと思います。少なくとも稼ぐためのモチベーションが一番高かったのがそこなんですよ。もう今はね普通のことなんで慣れちゃって稼がない時もあるわけですよね。まあそう考えていくと、最初の3年っていうのは常に毎日10万以上の利益を出していたわけですよ。
それが当たり前のようにね。で実際できたわけなんですよね。だから思うんですけども、稼ぐ人って最初から稼ぐレールに乗ったらもう遠慮なくドーンと行くわけですよ。でも稼げない人っていろんな言い訳はするでしょうけども、稼ぐレールには乗ったんだけどもなかなか稼がないんですよね。そうこうしてるうちに稼がないことに慣れていってしまって、そこで固まってしまうみたいなね。だから昨日もね、久しぶりにポイントサイトの紹介したんですよ。これ反映がね、1日とか2日で4000円ってやつなんですけども、これをね、やった人が何人かいて、ポイントサイト本当に儲かりますねって言うんだけども、年に数回やる程度なんですよね。いや、それじゃあ満足いく収入は上がらないよってことなんですよ。やっぱりポイントサイトとかセルフバックとか、うわすげえ、なんてものに出会ったんだ、これは絶対稼げるぜみたいな感じでフルパワーマックスでやるもんだと思うんですけども、明日でいいやみたいなね、まさに明日やろうバカ野郎みたいな感じで、ネットビジネスで稼ぐって決めたのに、実際あなたは稼いでないでしょ。昨日いくら稼ぎました、一昨日は1週間でいくら稼ぎましたっていうふうに言った時に、稼げてないという現実があるんですよ。結局その稼げてない1週間を48かけたらあなたの年収ですよ。さらにそれに10億かけたら10年間のあなたの見込み収入ですよ、ね、たったそんだけですよみたいな感じですよ。1週間で10万円稼いだ人っていうのは1年で500万ぐらい稼げるっていう計算になりますし、じゃあ10年で5000万みたいな簡単な計算式が成り立つんですよね。どうですかね、ネットで稼ぐぞって言ってもね、初速でもうすでに足がもつれちゃってる人が多いんじゃないかなと思うんですよ、まあどっかで火がつくのかもしれませんけども、大抵の人は最初からそれじゃあもう先はないのかなというふうに思っちゃいますよね、頑張ってほしいですね。はい、じゃあお疲れ様です。